まあ、スピードもあるしパンチ力もあるし、まあ、結構厄介な相手だなっていうのはプレッシャーとかはないです。大会まであと2日となりました。現在の心境を教えていただけますか。久しぶりの試合で相手も強いんでワクワクしてます。いや強化したとこも新たに取り組んだっていうとこも特に、まあ、なくていつも通り作り上げてきた感じですね。はい。まあ、元 UFC のトップファイターで、まあ、世界でもまだ全然通用する選手だと思ってて、まあ、パンチ、まあ、スピードもあるしパンチ力もあるし、まあ、結構厄介な相手だなっていうのは思います。連勝っていうのは本当に気にしてなくて、まあ、何もプレッシャーとかはないです。はい。結構相手もがむしゃらにこう前出てくるんで、なんていうのか、きつい試合というかドロドロな試合になると思うんですけど、まあ、打ち合いになるかなと思ってて、まあ、うまくカウント合わせれたらなっていうふうには思ってます。思いっきりやっぱぶち込みたいと思ってます。生まれて一発目なんで勝ちたいっていうのはあります。